はい、皆さんこんにちは、ムーンです。今回はですね、ちょっとあの私キャプチャーボードを買いまして、でね、ちょっとあのリハビリも兼ねてね、マリオカートの実況を、ちゃんと撮れてるかっていうのも確認したいということでね、久しぶりなんですよ、マリオカート超久しぶりだからね、めちゃめちゃ下手かもしれないんですけれども、はい、ぜひあの、まあ、そのこと了承していただけるならね、ぜひ見ていただければと思います。まあね、リハビリプレイなんで、もう一人でね、ゆっくりやっていこうかなと。で、グランプリやろうかな。どうしよう、150でいいかな。はい、そう、まだね、これ新しく追加されたやつ買ってないんですよね。欲しいな。ね、たぬきマリオ、ネコピーチとかね、リンクとか超テンション上がるんだけど、でも持ってないから、今回はね、ヘイホーでいこう。かわいい。これなんだっけ、私何使ってたんだっけ。ドライマッシュ、何使ってたんだっけ、これ使ってたっけな。私なんだっけ、これね、組み合わせ何がいいのかね、よくわかんないんです。あ、でもね、スーパーコメットとか私好きだったかも。このね、曲がりやすさがいいやつが私好きなんですよね。あとはリングタイヤとか使ってたかな。あとこれでいこうか。はい、じゃあまずはキノコカップでいこうかな。続くかわかんないんですけど、ちょっとね、あの息抜き程度にアップできればなと思ってます。やっぱり Wii U の録画ができるようになったのはでかい、私の中では。いや、キャプチャーボードね、あの HD のやつで高かったんですけど、いい買い物したなって思います。すごい楽ですし、使うのが。うおー、すげー、久しぶり。いや、ほんと超絶下手なんで、皆さんあんまり期待しないように。はい、ちなみにコントローラーはクラシックコントローラー使ってます、 Wii U の。これはインを攻めてた方がいいのかな。おへー、あー、やばい。いや、久しぶりやと超楽しいわ。へい、よし。よいしょ。マリオカートでコインの要素が、うわー、そうそうそう、うわー、うわー、最悪。あ、抜かされた。待てや、マリオカートでコインの要素が出てきたのってあれかな、私覚えてるのがスーパーファミコンのやつってコインありましたよね、確か。ぶつかりたいな。おお、これ私が置いたバナナやんけ。あ、よし、ラッキー。あー、巻き込まれた。お、これ前に言うのあれかな、メタルマリオ。はい、メタルマリオだね。吹っ飛ばされそう、ぶつかったら。はい、あー、怖い。よいしょ、お、よし。あー、危ないね、赤コブラ持ってたから。わあ、嫌な感じ。この待って、よし、やった、よし。あー、やったかな、やった、やったー、1位。超リハビリだけど、もう半年ぐらいやってなかったよ、マリオカート。よし、はい、次行きます。次なんだっけ、何のコースだっけ。私レインボーロードとか本当に苦手やし、あとクッパキャッスルはね、毎回苦手。あ、ウォーターパークか。はいはい、ほい、へい、
すごいめちゃめちゃメタルマリオスピードダッシュしてる。このね、水の跳ね返りとかね、すごいリアルですよね。綺麗。ほい。私あのさ、お尻ポンポンだっけ、あのこうダッシュした後にポンポンするやつ、あれがねできないの。うわー、あぶねー、縁起でもない。ほい、よいしょ。あー、危ない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 。いやー、綺麗。私サンシャイン空港とここのステージが一番好きかもしれない。いや、そういうこと言ってるとね、ドカンとトゲコーラとかが来たりするんだよね。よいしょ。これずっと保持しといて大丈夫かな。私ね、あ、そうだ、マップ表示されてないからわかんないんだよね、他の子たちがどこにいるのか。ほい、よいしょよいしょよいしょ。うー、いけ、もうそのまま1位で駆け抜けたい。もうなんかさ、勝てそうっていうやつは大体にコインがね10ぐらい溜まってるからいいんですよ。やったー、はい、勝った勝った。後ろきのピコか。はい、じゃあ次行こう。いや、ネット対戦するとね、多分私ボコボコにされるんですよね。何回かやったことあるんですけど、もう強い人とかね、レート高い人とかいてボコボコにされました。もうレートどうなってんだろう。私2000もいってなかったような気がする、全然やってなくて。あー、ここ何気に嫌い、コースが読めへん。可愛いんだけどね、コース的に。ここはあんまり、お菓子食べたくなってきちゃった。なんか引っかかったんだけど、ブーメランかな。ここはね、もうね、先が読めないのですよ。ほいほい、あー、あいつがおる。私の宿敵パックン、パックン嫌い。ほい、あー、3位か。よいしょ、キノピコ。え、ぶつかりたいな、投げるよりは。こっち行っちゃった。わかんないんだよ、マップがよ。うわー、あ、4位になった。よいしょ、ほい。ほんともう嫌ですよね。あー、痛い、くそーくそー、あ、痛い痛い、誰だ。うわー、こいつ嫌だなー。マリオ突っ込んでったんだけど、超ウケる。よいしょ、こわ、よいしょ、あ、痛い。1位になったけど、1位になったけど、1位になったけど、ほっ、あ、
うしよう。おお、これは危ない危ない。ああ、よかった、やったーやったーやったやったー。おお、これちょっと調子良すぎじゃないですか。ちょっと次でラストですね。これで今回終わりにしましょう。早く買いたいな、あの追加オプションのやつ。あれあるんですよね、ハイラル城、ゼルダのステージがあるからね、早くやりたいんだけどね。やるぞー、いけー。あ、ここもね、嫌いだわ。壁行った方がいいのか、それとも普通の陸路がいいのかね、どっちか分かんないんだよね。そう、ここコインことごとく取りやがって、くそ。よいしょ、マリオ待て。わあ、すげえ、こういうショートカット私できない。当たるかな、当たんないか。よいしょ、よし、あーあほい、あー当てたかと思ったら壁にぶつかったっていうね、失速みたいな。よいしょよいしょ。重量級はね、ちなみにほとんど使ったことがありません。あの壁にぶつかった時のあの減速感が私にはね、どうもまだ慣れないからです。ロゼッタとかね、可愛いから使いたいんだけどね。おー、危ね、ほい、いてててて、いてててててて、てうわー、やっぱそうだと思ったよ、危ねえ。誰かがぶつかってくれたんだな、2位のやつかな。危ない危ない、ほい、あとちょっと、ああ、最後コインか、ほい、よし、やったー、よかったよかった。でもね、でもまだキノコカップだからだよね、他のカップ行くとひどいことになるからね。よし、はい、じゃあ最後この優勝のところを見て終わろうかな。よしよし、これちょっと時間かかりますよね、切り替えというか。はい、あれ見ないで終わった。あー、よかった、あ、ここが見れればいいや。やったー、あ、すごい星3つついたんだけど、やったー。ってことで、はい、こんなレースでした。ちょっとね、あのやっぱ今進めてるものもあるのでね、不定期になると思うんですが、あの Wii U とか Wii のゲームの方もね、ちょいちょいあのやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、サブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は、現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。